はい、今回ですね、牧田さんからまた新商品が出たのでご紹介していきたいと思います。 18V のハンマードリルになります。こちらです。品番が HR183D となっております。HR171D というこの小型のハンマードリルのタイプの後継機種になるということで、 HR171 をご用意して一緒に比較していきたいなと思います。こちらが171ですね。ほとんど見た目も変わらないような感じにはなってるんですけど、まあ、小型のタイプですね。ワンハンドで使えるっていうのが売りのハンマードリルとなっております。はい、で、こちらの HR183D ですね、特徴がございまして、まず、穴開けスピードが上がりました。約 65% アップということで、何でも打ち込みの角度が、まあ、ちょっと変わったということで、それで穴開けのスピードが 65% も上がったということになっております。で、切り子の排出も良くなったということで、そのおかげでビットが折りにくくなったっていうので、まあ、作業効率も上がっているっていう感じですね。で、能力が、こちらの171は、コンクリートで、17ミリ、鉄鋼で10ミリ、木工で13ミリだったんですが、こちらの183は、コンクリートで18ミリ、鉄鋼で13ミリ、木工で24ミリとなっているんで、まあ、穴開けの径の大きさ自体も上がっているんで、もう全体的にパワーアップしているような感じになっております。はい、で、続いてなんですけど、低振動機構っていうのが松田さん独自のものございまして、この AVT というものになるんですけれども、こちらが追加されました。なので、低振動によりなっております。で、グリップもちょっと見ていただいたら分かるんですけど、これこっちの新型の方は防振グリップというのがつくようになってます。で、それプラスここは防振ハンドルってなってるんですけど、ここにそういう防振用の機構が入ってるんですけど、171の方はこの上側にしかなかったのが、今回183はこの下側にもつくようになったんで、より低振動、手に負担なく、作業できるようになっているというところですね。はい、で、続きまして、こちらの183からなんと囚人システムが付けられるようになりました。こちらですね、ここ見ていただいたら分かるんですけど、なのでちょっとね、今回ご用意できてないんですけど、新型の囚人システムっていうのが出るそうで、ご一緒に販売されるってことで、囚人システム DX16 っていうのがございます。こちらですね、フルセットにその、システム付きっていうのもあるんで、まあ、そんな感じで一緒にご購入いただくこともできるようになっております。こちらの囚人システムなんですけれども、ワンタッチで脱脂化が可能になっているということで、パチッとねつけて上向きの作業をするのは特に必要になってくると思うんで、つけて外したりも簡単にできるようになっております。で、囚人システムを搭載をした状態で世界最軽量 3.2kg ということで、めっちゃ軽いですよっていう風になっております。こちらのハンマードリルですね、囚人システム付きのフルセット本体のみと、囚人システムなしの、フルセットと本体のみの別、全部で4パターンで販売されるんで、よかったらね、ぜひぜひ皆さん、ご購入検討してみてはいかがでしょうか。ということで、小型だけどパワーも上がってより低振動になってるってことで、めちゃくちゃねいいもの出たんで、で182っていうのが今あるんですけれども、それは発輪機能までついてるんですが、発輪までいかないなっても、ちゃんと使いたいなって方はこっちでいいのかなっていう風な感じに思います。ということで、今回は以上になります。はい、よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。